戦火の馬は、マイケル・モーパーゴの小説、戦火の馬、および2007年に初演されたニック・スタフォードによるその、戯曲家、ウォーホース戦火の馬に基づく映画である。スティーブン・スピルバーグが監督を務め、2011年12月25日に、公開された。イギリスデボンの貧しい小作能の息子として生まれた、アルバート・ナラコトは、近所の牧場で一頭の馬の出産に目を、奪われていた。 生まれた馬は額に白いダイヤ型の模様があり、獅子に白い靴下を履いたような模様がある元気な茶色のサラブレッドだった。馬の成長を見守りながら、アルバートは何とかと名付けようと努力するが、馬は気性が荒くなかなか彼に心を開いてくれなかった。そんなある日、父のテッドは農工場を買い付けに町の競売へ出かけた。多くの馬が出品される中、 テッドはある馬に心を奪われた。それは額にダイヤ型の白い模様があるあのサラブレッドだった。彼は友人たちがいさめるのも無視して農耕には全く適さないこのサラブレッドを自身の王子主ライオンズと競り合って3ニーという大金で落札してしまった。農耕馬を買いに行ったはずのテッドがサラブレッドを連れて帰ってきたことに妻のローズは劣化のごとく怒った。 しかしアルバートは、大喜びし、きっちりと調教することを条件に、ローズを何とか説得して飼育することを許してもらった。彼は馬に上位と名付け、ネイティブアメリカンが馬を呼ぶ時に使う、フクロウの鳴き声のような呼び声を上位に覚えさせ、愛情を注いでいった。そんな中アルバートはローズから、テッドがかつて騎兵として、ーア戦争に出征し、 勲章を授与されつつも心身に傷を負って帰ってきたことを知らされる。しかし、奈良コット家は、ライオンズの土地で、細々と農業を行う貧しい小作農であり、上位を購入したこともあって、やがて上納金を納めきれない事態となってしまった。上納金の取り立てに来たライオンズに対し、テッドは、荒れてとても農作に適さない土地を耕して何とかお金を、 年出することを条件に支払いを猶予してもらった。テッドが耕すといった荒れた土地は慣れた農工場でもなかなか耕しきれないと言われる土地で、それをサラブレッドが耕すことなど、到底不可能だと村人たちは嘲笑した。それでも諦めずにアルバートは、足の悪いテッドに代わって、上位に農具をつけ、土地を耕し始めた。最初は、歯が土にかまず全く耕せなかったが、 突如降り始めた大雨で土が柔らかくなり、アルバートと上位は土地を耕すことに成功した。テッドは、早速そこで、株の栽培を始めた。ライオンズへの上納金を支払う目処が立って、ナラコット家には笑顔が戻り、アルバートは上位を、さらに調教して自由に騎乗できるようにまでなった。ところがある日、激しい雷雨が周囲を襲ったことで収穫間際だった。 株がすべてダメになってしまった。ライオンズへの上納金の支払いは事実上不可能となり、このままでは一家は農地と家を失って追い出されることになってしまう。そこでテッドは上位を売ることを決意、上位を可愛がるアルバートに黙って町へ行ってしまった。時代は第一次世界大戦が始まり、イギリスも大陸へ軍隊を派遣することになっていた。テッドに連れられて、 町に来ていた上位は、イギリス軍のサーベル騎兵部隊に所属する、ジェームズ・ニコルズ隊員の目に留まり、30ギニーで買い取られることになった。そこへ、上位が売られると悟ったアルバートが駆けつけて、一緒に志願入隊するとまで懇願してなんとか、上位を取り戻そうとする。しかし、ニコルズ隊員はアルバートが、まだ入隊年齢に達していないため、 隊員自ら上位を大切に扱うこと、戦争が終わったら返しに来ることを約束し、上位を連れて戦地フランスへ渡ることになった。見送るアルバートは、テッドが騎兵時代に使い、ローズが保管していた連帯気象入り三角機を上位に託すのだった。騎兵部隊には当然様々な軍馬が揃えられており、その中でも上位は部隊指揮官。 ジェイミー・スチュワート少佐のクロマトップ・ソーンと並ぶ名馬であった。突撃演習では上位とトップ・ソーンの2頭だけ軍を抜いた速さを見せ、お互いをライバルでありともであると認識するようになった。フランスへ送られた騎兵部隊は石膏からの情報で近くにドイツ軍部隊が野営していることを知る。兵力はこちらの2倍だったが、騎兵が有利であるとの開戦当初の認識もあり、 密かに近づいて、騎兵突撃による奇襲をかけることとなった。上位とトップソーンは、それぞれ、ニコルズ大尉とスチュワート少佐を乗せ、ドイツ軍の野営地に乗馬突撃をかけた。抜刀した騎兵部隊による奇襲を受け、ドイツ軍は大混乱に陥ったかに見えたが、彼らは野営地に隣接する森の中に、あらかじめ機関銃陣地を構築していた。 陣地に逃れたドイツ兵たちはそこに防御線を張って、イギリス軍の騎兵たちを機関銃の集中射撃で壊滅させた。ニコルズ隊員は戦死し、スチュワート少佐は捕虜になり、上位とトップソーンはドイツ軍に捕まった。ドイツ軍ではギュンターとミハイルという馬の扱いに慣れた若い兄弟は2頭の面倒を見ることとなった。上官に騎乗用の馬は役に立たないので、 農工場以外は射殺しろと命じられたが、ギュンターは、上位とトップソーンを殺すのは、惜しいと考え、負傷兵を乗せる馬車を引かせるために使わせてほしいと、希望して許された。上位が、すんなりと馬車を引くことを受け入れたのは、かつてアルバートが荒れた土地を耕すために農具を引かせた、ことがあったからだった。友である上位が受け入れたことで、トップソーンも馬車引きを受け入れ、二頭は殺されずに済んだ。 やがて、ドイツ軍部隊は前線へ向かうこととなり、馬の扱いが特に上手いギュンターはこの場に残って、馬の世話を弟のミハイルは移動をそれぞれ命じられた。ギュンターは兄弟二人で後方に残ろうと企むが、純真なミハイルは前線で戦う覚悟はできていると言い張り、後軍の隊列に加わってしまう。しかしギュンターはミハイルを絶対に守ることを、 祖国の母と約束しており、軍から逃げ出すことを決意する。ギュンターはトップ層に乗り、上位を一緒に連れて、部隊を追いかけると、ミヒアイルを隊列から強引に引き出し、上位に乗せて逃げ出した。疲れ切った二人は見つけた風車小屋で休むことに、したが翌日軍の追っ手に見つかり、敵前逃亡の軍律違反で、銃殺刑に処された。一方、 軍に見つからずに風車小屋に残された上位とトップソーンは小屋の持ち主であるジャム農家の少女エミリーに発見された。突然二頭の名馬が小屋に現れたことを喜ぶエミリーと困惑するエミリーの祖父。祖父は持ち主が現れないこと、病弱なエミリーが馬に乗らないことを条件に飼育することを許した。そんなある日、エミリーの家にドイツ兵が食料や 日用品の挑発に現れた。ドイツ軍に徴用された農民たちが、エミリーの家の畑から農作物を収穫し、兵士が家の中のジャムや食料などを持ち去ったが、上位とトップソーンは2階の寝室に隠されて見つからずに済んだ。やがて祖父は上位とトップソーンに対するエミリーの愛情に根負けして隠してあったバグを彼女の誕生日にプレゼントした。 馬を走らせないことを条件に騎乗を許したが、エミリーは上位にまたがるや、いなや走り出して、丘を越えて見えなくなってしまった。エミリーは一向に戻ってこず、トップソーンも上位の後を追って走り去ってしまい、祖父は心配になって様子を見に行った。すると丘を越えたところでは、あの、ドイツ軍部隊が再び現れ、上位からエミリーを引きずり下ろしている光景が目に入ってきた。 祖父は何とかエミリーを救出したが、上位とトップソーンはドイツ軍部隊に連れ去られ、祖父の手には上位の三角機が残った。新たに上位とトップソーンの面倒を見ることになったのはドイツ兵のフリードリヒだった。彼はこの二頭が名馬であることを理解し、上官のブラントが馬を、榴弾砲などを引かせるためだけの使い捨てだと考えていることに反発していた。 やがて、榴弾砲を牽引中に潰れた馬の代わりに、トップソーンを連れてくるように命じられたフリードリヒは、トップソーンが膝を痛めていることを理由にやめてほしいと、懇願するが、上官の命令は絶対であるので、従わざるを得なかった。すると事態を察したかのように上位が突然、榴弾砲の前へ飛び出してきた。まるで自分が、トップソーンの代わりに、榴弾砲を引くと言っているような様子に、 フリードリヒの勧めもあってブラントは上位に、榴弾砲を引かせることにした。ンム郊外の陣地まで移動された榴弾砲が砲撃を開始した頃、その砲弾が着弾する地点には、イギリス軍の兵士として前線へ来ていたアルバートの姿があった。彼は、上位と再会するという希望を捨てず、上位に呼びかける、フクロウの呼び声を発しては周囲に笑われていた。海戦当初と異なり、 戦場では、機関銃や戦車といった、新兵器の大量投入で、機兵は重視されなくなり、両軍兵士は、敵の弾幕を避けるために残壕を掘り進んで、戦っていた。孫部の戦いが始まり、イギリス軍部隊は残壕を出て、ドイツ軍陣地へ突撃をかけるよう命じられ、アルバートは、同郷の親友アンドリュー・イーストンや、大事主の息子である、デイビッド・ライオンズと共に残壕を出た。 両軍中間の無人地帯で大勢の将兵が死傷し、デービッドも負傷して倒れたが、アルバートはドイツ軍の機関従陣地に手榴弾を投げ込んで突破口を切り開き、ドイツ軍の残壕に入ることに成功した。しかし、そこへドイツ軍から化学兵器による攻撃が加えられ、アンドリューはガスマスクをつける間もなく毒ガスに飲み込まれ、アルバートも一時的に視力を失ってしまった。 一方ドイツ軍では上位とトップソーンを連れてフリードリヒが前線へ向かって移動していたがトップソーンは膝の怪我と疲労によってついに死んでしまった悲しむ上位とフリードリヒだったがイギリス軍戦車の襲撃を受けてドイツ軍は退却することになりフリードリヒは馬は放っておいて逃げろと他の兵士たちに引きずられてしまうフリードリヒは大声で 上位にどこかへ逃げろと叫び、上位はその声に応えて走り出した。銃弾や砲弾が飛び交う、無人地帯を一心不乱に走り続けた上位は、やがて戦場に張り巡らされた有志鉄線に絡まって動けなくなってしまった。その様子を見ていたイギリス兵のコリンは、白旗を掲げて、上位の救出に向かった。すると、ドイツ軍からも、ペーターという兵士が、 有志鉄線を切るためのカッターを持ってやってきた。コリンとペーターは協力して、上位を救出し、コイントスで、コリンが馬を連れて行くことを決め、お互いと馬の無事を祈りつつ、それぞれの陣地へ戻っていった。怪我を負った上位を連れ戻ったコリンは獣医を探すが、すでに戦場から、騎兵や馬がいなくなっていたこともあって、人間を見る具にしかいなかった。それでもコリンは上位を軍医に見せたところ、 軍医は、負傷兵を救うだけで、手一杯であり、破傷風で助からないから射殺するようフライ軍曹に、命じてしまった。そこへ、戦場の中間地点で見つかった奇跡の馬の噂を聞きつけたアルバートが、フクロウの呼び声を上げて現れた。彼は一時的に視力を失って、目に包帯を巻いていたが、噂の馬が上位であることを確信していたのである。呼び声を聞いた上位はすぐに、 アルバートのもとへ駆け寄った。アルバートは軍医に上位が自分の馬であることを訴え、その証拠に額の白いダイヤ型の模様と獅子の白い靴下の模様があるはずだと言った。しかしそのような模様はなかったので、呆れたグミは再び射殺を命じようとしたが、様子を見ていたコリンが、馬は泥に汚れているので模様が見えないだけだと言って、泥を拭ったところ、 アルバートの言う通りの模様が見つかった。軍医は上位にできるだけの治療をすることをアルバートに約束した。やがて怪我が治ったアルバートや上位のもとに戦争が終わってイギリスが勝利したことが伝えられた。ようやく上位を連れて故郷に帰れると安心したアルバートだったが無情にも上官から将校の馬い以外はフランス現地で競売にかけられる無を通達されてしまった。 フライ軍曹はそれに怒って上官に掛け合ったが、聞き入れられなかった。上位を連れて帰ることを諦めかけていたアルバートだったが、奇跡の馬の話を知っている兵士や、歌手官、将校たちがアルバートのために29ポンドを乾破してくれた。これで上位を買い戻せというのである。機乗用の馬は人気がなく、競売の参加者は農工場が目当てなので落札できるだろうと思われた。 しかし競売が始まると、100ポンド、1000ポンドの大金を出してでも落札するという老人が現れた。エミリーの祖父だった。エミリーはすでに亡くなっており、奇跡の馬の噂を聞きつけて、孫のよすがとして馬を買い戻そうとやってきたのである。思わぬ横やりにアルバートは上位の落札を諦め、エミリーの祖父に上位を託そうと考えた。 しかし別れがたい素振りを見せる上位の姿を見て、また祖父が取っておいた上位の三角機がアルバートの父親のものだと知り、エミリーの祖父は上位をアルバートに返すことを決意した。カッコ内は日本語吹き替え2009年、映画プロデューサーのキャスリーン・ケネディとフランク・マーシャルの夫妻は、二人の娘と共に、ロンドンのウエストエンドですでに高い評価を得ていた群馬、上位を鑑賞した。 彼らは物語に深く感動し、またマーシャルは原作の映画化の権利がまだ誰にも買われていなかったことにひどく驚いたという。ケネディはアンブリンエンターテインメントの同僚、スティーブン・スピルバーグに舞台のことを話し、2009年12月16日、ドリームワークスは原作の権利を購入したと発表した。その中でスピルバーグはマイケル・モーパーゴの小説、 戦火の馬を読んだ時から私にはこれがドリームワークスと作りたかった映画だということが分かった。その心とメッセージが伝える物語はどの国でも受け入れられるだろうとコメントした。スピルバーグは2010年2月1日にロンドンの舞台を感激した。ドリームワークスのステイシー・スナイダーはリチャード・カー,アーティスに脚本の執筆を依頼し、スピルバーグは監督を確約した。 スピルバーグが監督することは2010年5月3日、キャストは2010年6月17日に発表された。2011年4月にトライベッカ映画祭でピーター・マランが語ったところによると、マランが出演を決めたのはスピルバーグが監督するためだけでなく、美しく、本当によくできた脚本のためでもあった。モーパー語によると、スピルバーグは数週の間に、 ケネリィの舞台の感想を聞き、感激し、キャストに会い、帝国戦争博物館を訪れて、これを次の監督作にしようと決めた。次の数週間、彼はリー・ホールとリチャード・カー・アーティストともに脚本に取り掛かり、そして数ヶ月のうちに映画の制作が始まった。スピルバーグはこれまでに、第二次世界大戦にまつわる映画の監督を6作。 クリント・イースト・ウッド監督の映画の制作を2作、テレビドラマの制作を2作手掛けているが、第一次世界大戦にまつわる仕事は、これが初となる。ケネディは、第一次世界大戦を扱った映画が少なかったことは、私たちがこれに惹かれた理由の一つだと思う。アメリカでは忘れられた戦争だが、スティーブンと私には非常に大きな影響を及ぼしていると語った。 バトルフィールドパートナーシップス社のデイビッド・ケニオンとアンドリュー・ロバートショーが軍事監修を務めた。いくつかの憶測が流れた後、2010年6月17日にキャストが発表された。直前の週にはエディレット・メインがアルバート・ナラコット役で主演することが噂されたが、実際にはそれより無名の舞台俳優、ジェレミー・アーバインが選ばれた。キャストは、 ヨーロッパ人で固められており、イギリス人、フランス人、ドイツ人の俳優が、それぞれの国の人物を演じる。デイビッド・ライオンズ役のロバート・エムズは、ウエスト・エンドの舞台で主役のアルバートを演じていた。2010年7月下旬に、デボンでエキストラのキャスティングが行われた。カーソル・クームで行われた撮影にもーパーゴの原作の元になった、退役軍人の一人、 バジェット単位の孫娘がエキストラとして出演している。また、モーパーご自身も仮面を出演している。撮影前の2ヶ月間、俳優たちは過酷な乗馬訓練を受けた。映画で、ナラコット家の農家として使われたディッツワージー、ウォーレンハウス。スピルバーグの映画は秘密主義とセキュリティの高さで知られる。本作もその例外ではなく、撮影は、ダートムーアという偽名の下で行われた。 撮影は、ハンプシャー北部にある、ウェリントン公爵の邸宅ストラトフィールド製ハウスで、130人のエキストラが参加した、騎兵隊の突撃シーンから始まった。2010年8月に始まった、デボンのダートムーアでの撮影では、メビの小さな村や、ビデクームインザ・ムーア近郊が使われた。ダートムーアのシープストール近郊にある、 重要文化財建築物ディッツワージー・ウォーレンハウスが、ナラコット家の農家として使われた。もう一つの撮影場所となったウィルトシャー州、カースルクーム。農場のシーンにはデボンが使われたが、村の中心部のシーンには、ウィルトシャーのカースルクームの村が使われた。デボンでは土壁に、わらぶき屋根の建物が多いのに対して、ウィルトシャーでは壁や屋根に、石が使われる。 ウィルトシャーでの撮影は2010年9月21日に始まり、2010年10月1日まで続いた。撮影の間気づかれた柵で待たなければ、村に入れないとして、村における厳しいセキュリティの強制に行き通るカースル・クームの住民もいた。カースル・クームに続いては、サリーのウィズリーエアフィールドで戦場のシーンが撮影された。 2010年10月4日からの約2週間は、サリーのファーナム近郊にあり、しばしば映画の撮影に使われることで有名な、ボーンウッドでも、戦中のシーンの撮影が行われた。2010年10月13日と14日には、公開邸宅、ルートン風で、撮影が行われた。撮影は、ウェールズのカーウェントでも行われた。映画の撮影は、フランスのシーンも含めすべて、 イギリスで行われ、2010年10月の最終週に、つまみ、量を迎えた。スタジオでの撮影は、サリーのロングクロススタジオとロンドンのトウィッケナム、撮影所で行われた。リー・ホールとリチャード・カーティスによる映画の脚本は、2007年のニック・スタフォードの戯曲と同様に原作の馬の視点による語りは排除されている。舞台では、馬の模造が使われたが、映画では、 本物の馬を用いて撮影された。イギリスでの撮影中、11頭の馬が最も重要な馬のキャラクターである上位を演じた。2011年3月にはカリフォルニアで影の小馬を使った追加撮影が行われた。いくつかのシーンの撮影に使われたバークシャーのストラトフィールド製ハウスの馬車小屋と旧車。映画初出演で主演のアーバインにとって、 撮影は時に過熱であった。特に130頭の馬と数多くのイギリス機兵たちがドイツの機関銃の隊列に突っ込んでいくシーンは足元では本物の爆発があり死体が空中を飛びスタントマンたちが撃たれていた。あれはすごかった。放火の煙と臭いと感覚。あの状況で恐怖を演じるのは難しくなかった。これは間違いなくよく考えられていた。 映画をよく見せるためだけでなく、演じる人にも効果があった。驚くべきシーンだ。マイケル・カーンは撮影中に予告編を作り、撮影と同時並行で本編の編集を行った。編集はフィルムではなく、アビット上でデジタルに行われた。これはスピルバーグにとって、初の試みであった。編集は、つまみ両後も、ロンドンのトウィッケナム撮影所で続けられ、 2010年11月にはアメリカへ戻った。カーンはジョン・ウィリアムズの楽曲の録音が2011年の3月から4月にかけて行われると語っていた。イギリスのフォーク歌手ジョン・タムズが舞台のために書いた楽曲の一つが映画でも使われる。ロンドンの会社フレームストアが VFX を司った。しかしケネディによると特殊効果は非常に少ないという。スティーブンは プライベートライアンを持ち込むことには興味がなかったし、私たちは PG-13 指定の映画を作りたかった。アメリカでは2011年12月25日、イギリスでは2012年1月13日に公開が予定されている。アメリカでの公開は当初2011年8月10日が予定されていたが、2010年10月、初旬にドリームワークスとディズニーの重役が集まって、 死者をした結果、ホリデーシーズンの公開が妥当と判断された。撮影中に敷かれた戒厳令のため、非公式な撮影中の写真や映像は、わずかしか出回ることがなかった。2010年10月、ヤヌス・カミンスキーのフェイスブックページに、戦場のセットで撮られたカミンスキーの写真が投稿された。ドリームワークスは2011年3月11日から14日にかけて、 最初の公式写真10枚をエンパイア誌、デイリーメール紙、エンターテインメントウィークリー氏に分けて公開した。2011年6月29日、最初の予告編と公式ウェブサイトが公開された。本作では批評家向けの使者や都市部での一般誌社会よりも先にアメリカ内陸部で一般誌社会を催すという異例の宣伝戦略が取られた。 最初の試写会は2011年11月1日、2日と10日、アメリカ各地で行われた。11月16日には、11月11日の休戦記念日にちなんで、カナダの大役軍人たちが試写会に招かれた。11月27日には、アメリカの広い地域で試写会が行われ、ニューヨークでの試写会で、スピルバーグが登壇し、質問に答えた模様は、 他の試写会場やインターネットで中継された。批評家向けのプレス試写は2011年11月23日と24日、ニューヨークとロサンゼルスで行われたが、正式な批評の発表は2011年12月21日以降に制限された。11月27日には、ロンドンでスタッフとキャスト向けの試写が行われ、スピルバーグの側近以外で映画に関わった人々が、 完成した映画を初めて鑑賞する機会となった。テレビ CM は感謝祭の日から順次放映された。ワールドプレミアは12月4日、ニューヨークリンカーンセンター内のエイブリー・フィッシャーホールで開かれた。2012年1月8日には、イギリスプレミアがロンドンレスタースクウェアで行われ、ケンブリッジ公爵、ウィリアム王子とキャサリン妃が出席した。 本作は批評家からおおむね高い評価を受けている。ブロガーによる非公式なレビューは最初の試写会が行われた2011年11月1日からインターネット上に現れ始め、11月3日にはエイントイットクールニュースに掲載された。正式な批評の発表は2011年12月21日以降に制限されたものの、11月26日以降、 デイリー・テレグラフなどの主要メディアにもレビューが登場し始めた。デイリー・メールはスピルバーグの最高の時と映画を称え、一方、ガーディアンはスピルバーグは自身の映画におとぎ話の品質を注入しようと試みるが監督の拘束を授けるだけであるとして映画を失敗作とみなした。タイムのリチャード・コーリスは本作を2011年のトップ10映画の一つとして 戦火の馬が感動させずに起きるのは最も冷たい人たちの心だけだろうと言った。シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは本作に間違いなくスピルバーグが捉えた映像のベストのうちのいくつかがあるといい3.4分の5個の星をつけた。映画のレビューを収集するウェブサイトロッテントマトズは183個のレビューに基づき好意的な評価の割合を77% 評価の平均を7.1、10とし、批評家の総意として、技術的に最高の、堂々と、感傷的な、そして大胆にも古風な、戦火の馬は、スピルバーグのいつもの才能が心を揺さぶる、感情的なドラマであるを挙げている。有力媒体の批評から100点満点の、過重平均値を導くメタクレッティックは40件の、批評をもとに72という、広く、 好意的な評価の値を示している。ありがとうございます。